強風吹き荒れる宮崎大淀カントリークラブに戦い続ける一人の男がいた。その男の戦いも佳境を迎えていた。さあ続いてが17番のパー3、はい、今日のピン位置がだいぶ変わったところありますね。右の、はい、右奥だ、右のエリアですね。はあ、でピンまでが、打ち下ろしを引いて140ヤードぐらい、はい、それのフォローどう見るかです。そうですね、手前ぐらいに落ちてちょっと転がればいいなと思いますけど、はい、9番で、9番で、はい、あー左行った、左行った、相当しかも奥に行ってるよ。乗った、乗りましたね。乗った、そう、ダフった、手前から行った。いや、ダフりはしなかったですね。ちょっとだいぶ巻いたんじゃないですかね。巻いたですね。なんか傾斜があるとこに立ってますもんね。なんかちょっと、いや、そうやと、なんであそこにティーアップしたかが分かる。なんかちょっとよく分からんなって思いながら見てた。教えてくれよ。じゃあよ、修理地からの処置を行い、2打目はグリーン外からのアプローチショット。これをピンからおよそ10メートルにつけてパーパットに挑む。さあパーパット、頑張れ。お、大丈夫か、届くか。ゴー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 、また同じぐらいの距離。緩いとやっぱ切れていくね。緩いと切れていく。難しい。カップ外しちゃダメだね、うん、惜しかった。ナイス、いいよ、ナイスボギー、ナイス、はい、いやー、今のはしっかり打てた、した素晴らしい、よし、素晴らしい。なんか微妙なちょっと感じでしたもんね、はい、いやらしいですよね。打てなかったら切れそうな、ね、切れましたよね、今、うん、よかった。おっしゃ、さあ最終、もうラスト、最終ラストまで皆さん頑張ろう。はいよ、ラストやで、ラスト。お、パー欲しいな、最後ぐらいは、うん、パーが欲しい、パー、バーディー、ボギー、ダボ、ドリパーがない、パー最後、ふわ、気持ちいいよな、ゴルフ場って見た目が。さっきドライバーよかったもんね。さっきドライバーよかったですね、あれがね、うん、ぶっ放せやもう。満振りさせる、満振りしても良さそうやけどね、ここ。さあいよいよ18番ホールに来ました。はい、泣いても笑っても、これが初めと最後です。最後です。間違ってるよ、はい、出だしの頃と比べると、はい、顔がじいちゃんに変わってるけど、大丈夫、めくちゃじじいみたいになってきて、寒いからじゃないですかね。そうです、はい、そうです、そうです。なんか一挙に年取ったなって、はい、いやいや、早く帰らないと若さを取り戻さないと。そうですね、はい、はい、ということで、はい、どうしますか。もうここは真ん中の黄色狙いで、はい、行きたいですね。ドカーンとね、これだけ広いですからね、最後、はい、いいショットみたいですね。ね、最後はピシッと気持ちよく終わってください。はい。いいですよ。はい。いいですよ。はい。ショー。めっちゃいい。ナイス。ナイスショー。よっしゃ。オッケー、おお、カメラを越していったぞ。すごい、古びた。やった。カメラマン絶対ここまで来んと思っちゃった。すごいですね。行きましたね。めっちゃいいだ。スイッター。やればできるじゃないですか、じいちゃん。どうでしたか今のは。いや、今のはなんか
当たった感じもすごい感触も良くて、最後の最後で、最後の最後でなぜだっていう気持ちもありますけどね。なぜだ、うん、最後でかっていう、まあでも気持ちよかったです、ね、ここはしっかりパーで上がりましょうよ、はい、こんないいショットだったんだ、はい、あれを無駄にしないように、はい、はい、しますんで、ね、はい、よっしゃ行こう、行きましょう、行きましょう、最初、よっしゃ、いやこのアゲンストの風の中、はい、よく飛んだと思いますよ、ここまで、ね、ピンまでが86、100切ってる、86、これにちょっと上りアゲンスト、はい、どうでしょう、100ぐらいは打っていいのかなと思いますけどね、なんかもう寒いし結構風吹いてるから50か、はい、力みとかいらないよ、大きめを、はいはい、持ってるんでね、どうしてそんなに右に行くのですか、あなた。どこの人。どうしてあなたは。でも私はそんなに右に行くのですか。おいや。何をしたらあんなに右に行けるのですか。ベスト走ろう。右すぎ。右すぎ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 さあ、じゃあどうやっていきますか。ちょっともうこれだいぶ下がってるんで、はいはい、うん、結構右フックはフックでしょうね、はい、狙って、うん、転がしますか、それとも上げますか。転がしたいです、はい、うん、だけどパンチが入るとあって言うからね、はい、うん、うん、いいんじゃないですか。はい、はい、はい、もう、はい、もうそれで、はい、うまい、うまい、うまい、でもうまい、でも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 食われたけどね、食われたね、もうちょっと先やったね。でも今日あのパターンの距離残すのいいですから、はい、まあまあ乗った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 、ありがとうございます、はい、あとはもうあれを最後は入れましょう、入れて、はい、すいません、終わればいいですよ、入れて終われば、入れて徹底してこの距離を残して、残しましたね今日は、こだわり抜いてますから今日は、これ入れて、しっかり届かしたいですね、はいはい、ずっと今までちょっと弱いですもんね、うん、ずっと最後はパーで終わりたいじゃない、終わりたい、かっこよく決めてください、最後のパーパット、打ったよ、しっかり打ったよ、しっかり、うん、狙ったけどね、打ったけどね、ナイストライ、ナイストライ、ナイストライ、はい、合わせるとスライスする、だけど強くは打てない、どれぐらい見るか、さあ打った、うわー、惜しい、いかったけどね、入ったかなって思ったけど、さあもう泣きそうになってるまあまあまあ頑張ってください、最後ベージュを迎えたじいちゃんになるなかなかのじいちゃんの顔になっちゃったよし、あー、引っ掛けたよ、もう卒業を迎えたじいちゃんになっちゃった、そろそろよいしょ、よしよ、お疲れ様です、はい、鳥です、終わったあんなにナイスショットをしたのに鳥です、うわー、難しかったな、難しかったですか、そうですか、最後の最後でということで、検定終了でございます、はい、どうも、ありがとうございました、ありがとうございました、18ホール回り終えました、はい、今の気持ちはどうですか。いや本当、普通より調子は悪かったですね、悪かったです、やっぱりゴルフの難しさというのが
まあ改めてまた分かりましたね、ちょっとね今回ね、はい、今回の検定の合格ラインは90を切る、いわゆる89、はい、そうですね、なら合格、はいはい、それでは浜田志郎くんの今日のスコアを発表してください。102です。102、お疲れ様です。前半が53で、はい、後半が49です。あ、前半が悪かったか。そうですね、今までここに来るまでの過程のゴルフを見てみると、はいはい、いけそうな雰囲気がありましたですよね。でもかなりね、僕はあの事前にあのラウンドも一緒にした時に、はいはい、ベストスコア更新して、はい、もう93でしたっけ、はい、あの時はね、はい、なのでもう今回すごく期待して、ええ頭までね、うん、僕もこういう風にしてちょっと期待してきたんですけど、はい、だから今日のピークこれでしょ一番出落ちです、出落ち、出落ちです、ここが一番のピークですもんね、はい、一番鳥肌立ったのあれですもん、はい、さあということでこの結果を踏まえていかがですか。はい、日頃、まあ、ずっと練習はしてきたので、はいはい、まあ、これが、まあ、ゴルフの厳しさであるなというのは分かりましたし、まあ悔いはないというか、まあ、悔しいですけどね、はい、でも練習しなくて、挑んだわけではないので、うん、まあ、まだまだそのゴルフというのは甘いもんではないなと、うん、思いながらまた楽しいゴルフはしていきたいなというふうに思いましたね。さあということで、はい、ゴルフ侍道場浜田志郎編、はいはい、とりあえず検定試験は不合格、はい、でございましたということになりましたが、楽しみにしてくれた皆さん本当にすみませんね、はいはい、あのゴルフは楽しいものでございますんで楽しいゴルフをこれからもしていきましょう、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。何ですか。こんにちは。検定お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でした。どうでした。いや、悔しいです。悔しかったですね。悔しいっすよね。なんかね、練習した分、なんか練習してなかったら、まあそれは結果が出らずに、まあ、当たり前やなと思うけど、結構意外と隙間隙間で行ったんで。まあ、それで結果が出なかったっていうのは本当にちょっと悔しかったかな、うんですよね、うん、コンディション悪かったですよね、まあ、まあ風もなかなかでしたもんね、なかなかどこじゃなかったですよ、ね、はい、10メーターとか、うんうん、で寒かったですよ、寒かった、コンディションいい時にやりたくないです何を何をリベンジ、コンディションいい時にやる、ちょっと暖かくなってから、あ、なるほど、ね、風のない日に、あ、また暖かくなってリベンジラウンドやりますんで、あ、そうですか、わかりました、あ、よかったです、今ゴルフ練習場解約するところでした、危なかったです、続けてくださいね、わかりました、じゃあ、はい、失礼します。